皆さんこんにちは。 JRP テレビジョンです。今回のテーマはこの、ウクライナ侵攻を通じて軍需産業が今どのようになっているのかということで、いろいろ話していきたいと思います。で、一応今回の戦争で西側の報道が私メインに受けているので、それが正しいという前提に立てば、比較的軍事力っていうのは基本的にはやっぱりアメリカの方が優れてるんじゃないかという話なんですね。で、それでアメリカっていうのは今回すごいこの軍事力を本当に力を持って絶対に勝ちたいという、強い意志を持っていると思うんですけれど、その言葉がウクライナ人 の人がたった一人でも戦い続けるまで私たちアメリカは支援するみたいなことを言ってて、それはめちゃくちゃな論理で、ウクライナ人が一人になっても私たちは軍事力を提供しようとするということであって、そこまで死ぬまで送り続けるっていうことは、ウクライナ人が一人残れば他は死んでも戦争したいんだよということを実は言ってるということで、なんかウクライナ人の意向を尊重するというよりかは、そこまでかけてアメリカは戦争に勝ちたいと。だからウクライナ人が一人もいなくなっちゃったら戦争の正義っていうのはなくなっちゃうからということだと、私はバイデンの発言はそうだと思うんですけれども、この軍需のその支援っていうのはアメリカだけじゃなくって、イギリスもやっぱりウクライナに提供するっていうことを表明したんですね。で、その時に今回の軍事的な支援というのは、新しい兵器を試すことができるということとか、いろんな意味を含めてロシアに対して情報網とかそういう面についてもロシアの将軍レベルの人が結構殺されているので、そういうスパイ活動もそれなりに結構行っているというような強さがあるということを示して将軍クラクスを殺していったんだと思うんですね。で、そのイギリスの方で軍事を提供するというようなことを政府が発表したときに、これの、ニュース記事に対して庶民の、反応っていうのが結構、思ったのと違ってて、批判的なそのコメントが結構多かったわけですよ。で、それはどういうことを言ってるかっていうと、結局そのロシアとの、その戦争に対してウクライナに軍事を援助するってことはアメリカから兵器を買ってそれの兵器を送るわけだから、イギリス人の税金を使って軍需産業を儲けさせてると。で、それだったらもう今イギリスって電気代がもう何倍にも膨れ上がって生活が苦しくって、失業者がすごい増えてる事態があるから、なぜイギリス人のために税金を使わないんだというようなことのコメントが結構多いと。だから、軍需産業を儲けさせているためにやってるんだということをはっきりと言ってると。だけど日本のなんかそういう戦いに対するコメントを見ると、プーチン怖いとか、ロシアみたいな独裁者を許してはいけないとかね、結構その相対の経済とか相対 その地政学に基づいた、なぜそのプーチンが行かざるを得なかったかとか、そこを分析できるなんか能力が日本人ってないのかなと思うと、なんかすごい悲しい感じになってしまったりするんですけれど、この、日本人のこの分析能力のなさっていうのは何でしょうかね。やっぱり教育の問題なのかなと思うんですけれど、正しい世界の秩序、また支配行動、地球上における世界の支配行動、全く知らないんですよ、日本の人たちは。特に戦後の77年の教育には、世界の支配行動は、全くその国々がやってると、で国々がブロックを作ってる、ここまで分かるわけ、ASEAN とか、EU とか、その秩序は国がやってると、しかし世界には新しい方針というのは、国々よりも
その上に立つその支配地構造があると、これは闇の政府だと、この闇の政府のことは全くもう考えもしないし、認めもしないし、調べようともしないわけ、だからこれがもう全部あのこの地球上はないという前提で、国が集まった国連が、唯一の共同の場だと、そういう考え方でやってきたわけ、だから軍産複合体というその軍事産業をしてる、どえらいコングロマリット企業集団、それから金融で全部中央銀行の下で7つの国がその世界の銀行を動かしてる、しかしその動かしてるセンターは国連の中の IMF だ、そして BIS だ、というものは分かってても、BIS はそれじゃ誰がやってんだという、レーガン、クリントンか、ジョージ・ブッシュか、誰だと言っても分からない、それも見えないところで隠れてやってるから、ステレスってステレスステやから、そういうことが分からないから、このウクライナ戦争も、誰が作ったんだろうかと、ほんならプーチンだと思ってるわけ、プーチンがただ領土を欲しいから攻めたんだと、こういうことではないわけです、プーチンが領土を欲しさにこのロシアへ先行したと、こういう単純な捉え方で侵略者が悪いんだと、こういうだプーチンがクリミアを取ったらなぜクリミアへ行ったのかと、それロシア派の大統領がヤヌコビッチが2014年の、ソチオリンピックの時に、今のジョー・バイデンとブレナン CIA 長官とマケイン上院議員によってクーデターで暴力的に大統領官邸へなだれ込んだ暴力団で殺されかけたから、ヤヌコビッチは急遽ヘリコプターでロシアに逃げた、逃げた後暴力団が大統領府を占拠して、その後今の、もちろんオリガルフという財閥集団とアゾフ大隊が組んで政治を始めたんで、でだからそういう先にクーデターを起こしてロシアの親密な関係国であったウクライナを反ロシアに作り変えたわけ、ここがスタートですから、そうですね、これはあんまり言わない、だからその軍産複合体がこの戦争によって、まあ何百兆の利益を上げたわけ、これは軍事費を GDP の 2% に全ヨーロッパを統一して再三だ、トランプがうるさく言って叫んでもできなかったことを、今回プーチンのウクライナ侵攻であっという間に1、2ヶ月で達成したわけ、そして日本までも2倍になったし、世界中がそういう数字になれば、売り上げは年間前年度の倍になるでしょ、これ世界規模でごっつい利益を上げているわけ、同時にロシアの分割当時をプーチン暗殺によってこれも同時進行で考えて、これを2つをまず大きくやっちゃおうと、そしてオリガルヒが今ロシアの持つ全ての資産やね、天然資源を含む大きな資産を全部オリガルヒが国営から民営へ移してしまおうと、ソ連時代にそれに財閥ができたんだから、それを目論んだわけです、だからそういうことが背景にあって、
木曜はいわゆる強奪なんですよ、第3号。そうですよね。だからそういうことをあまりみんな考えない。だから日本の人はやっぱり世界を知らないわけ。そうなんですよ。世界を分析もできないわけ。この戦争は何だと言ったらもう分からないから、結局バイデンの言う通りに 2% の防衛に上げましょうと、そしてプーチンの戦争反対をアジアを代表して日本が追及すると、ほんなら日露関係悪くなるの決まっとるやん。日露関係悪くなることを、ね、狙ってそういう立場で日本を動かしているのはバイデンです。そうなんですよね。バイデンが考えたのか、バイデンに誰が支持してるのか、それをね、これビル・ゲイツだ。そうですね、だからそういうところまで考えないと、やっぱり物事の本質を捉えることはできないんじゃないかと。なんかでもこう思うんですけど、まあ、教科書とかでいろんなことを日本で教えないわけですよ。まずそのお金の仕組みについてもまず教えなくって隠すんですけれど、その中国あたりだと大学ではそういう資本家、資本家っていうかこう石油産業とか 食品ブローカーとかね、そういういろんな話をちゃんと教育でするみたいなんですけど、日本 の社会学って全然そういう裏のことは全く暴露しなくって、普通にケインズだとかマルクス経済とかいろんなことを教わったとしてもね、その誰が仕切ってるのかというところは語らないけど中国語ってるんですよ。だからそこでもう知識の差が雲泥に出てきちゃってるから、今結構中国人って日本に来てるけれど乗っ取られるんじゃないかっていう疑惑があったとしても、日本人が勉強しようとしないし、上に立つ人も全然日本人に教育する気持ちもなくって、でむしろそういう外からお金が入って嬉しいみたいなところで止まっちゃってるから、なんかその狭い知識の中でなんていうかこう作られていってる人間像になっちゃって、昔のように大きな世界観で生きる人たちが本当に減っちゃったなって思うんですね。だから胃の中の皮と大会知らずって、僕はそれに言うんだけども、昨日も安倍晋三は、2% にしたら5兆円がいると、5兆円があるのはどう、財源はどこだ、こんなまで日銀は当然国債を担保に出すだろう、日銀は日本政府の子会社だからと言ったわけ。日銀の支配権は日本政府じゃないということすら彼は知らんわけ。ね、だからそれはほとんどがそうだと思うよ。日銀は個人的な資本家によって作られた民間企業だということすら知らんわけ。政府の一部だとまだ言ってんだけど、ちょっと恥ずかしいですよね、はっきり言って、それがほとんどだと思うんだよ、だからジャスラックへ乗馬して、今日も日銀の株価は2万か3万ついてるんだろうけど、民間企業なんですよ、その認識なくして日本 の金融政策が取れるかというと、だから日銀が日本のジャパニーズイエン、円をこのお札を発行していると、日銀は発行はしてるんですけども、これは日本政府が発行してるんじゃない。そうですよね。日銀のボスは株主は誰だと言った、これは昭和17年まで、全 100% の株は、ロシアイルドだった。戦争してるから形だけは 55% 取った形だけど、実質は日本政府は日銀に対する株主権行使はできないという 裏の思い返しがあるはず。だから FRB もしかり、ECB もしかり、ヨーロッパセントラルバンク、そしてバンクオブイングランド、バンコブカナダ、バンコブイタリア、G7 はみんなそうです。
だから G7 の首脳会議やるときに、G7 の道省会議やるときには、全部財務大臣、また昔は大蔵大臣、日銀、FRB 議長、全部2人並んでいく、これによって明らかですよ、政府の人間と日銀のトップが、日銀のトップの会合なんですよ、G7 は、日本人の大蔵大臣は付き添いになってる、そういうことも知らずにみんな政治やって、世界の金融を片手なんじゃ、まあ本質つかんでないから、ね、もう机上の空論になっちゃうんですよ、でもお伺いしたいんですけど、日本の野党はじゃあよく分かっているの？分かってない。分かってないですよね、だからそれを世界の二重支配構造、これがやっぱりまあ、昔からユダヤマフィアだとか、ユダヤ、やすけなユダヤ人によって作られた、その組織だと、ユダヤ人が作ってる世界支配の構想だと、こう言ってるわけです、これね、都市伝説陰謀で消されちゃうわけです、都市伝説陰謀論という消しゴムで消しちゃうから、みんな、読みもしないし見もしない、でアメリカではそれをしたら殺されるという恐怖心もある、そういう殺された事例がいっぱいある。そうですね、まあ、大きなジョン・ F ・ケネディが殺されてる、まあ、昔はジョンソンとかね、エブラハム・リンカーンとか、みんな殺されてるわけです、だから金融はタブーなんです。金融の奥の院のことを追求したら殺されるというね、アメリカ人は分かってるけどもアンタッチャブルでこれ触らないと、ほんでみんなもう怖いから黙ってるわけ、まあ、不思議な構造が続いてるわけ。そうですね、だから戦争の軍産複合体軍事工場のメーカーと、それから金融関係の銀行の株主、軍産複合体の株主、製薬会社の株主はみんな同じ人です、ね、これがやっぱり分からずしてね、世界のことはやっぱり見えてこないはず、だからプーチンなんかは分かってるとは思う。プーチンは分かってるからこうもう強固に出てるんですよ、はい、ありがとうございます。